こんにちは、ベンタスの塊、中留かまたり、クラベンタ、たけちゃん、ゆみちゃんです。本日はですね、11月14日に発売されるこのベンタスレッドとブラックですね、はい、正確には24ベンタスレッドブラックなんですけど、どうですかこの黒と赤、どんな感じでしょうか、ゆみちゃん。赤と黒言ったらタイガーウッズじゃろ。なるほど、ちなみにタイガーウッズは使ってません。まずは振動数を測ってみよう。はい、今回はですね、11月14日に発売された24ベンタスブラックとレッドの紹介ですね。じゃあ早速ですと振動下がっていきます。まずは24ベンタスブラックですね、これはの 5S です。ちょっともう色味な色味な分かるわ。はい、いきます。早いよ。259ですね。はい、続きまして24ベンタスレッドの 5S の振動下がっていきます。もう早すぎてさ、攻める気にもな。お、259です。一緒。続いて打ってみよう。はい、ではたけちゃんに、24ベンタスブラックの 5S 打ってもらいます。はい、お願いします。はい。かっこいいな色。続いてたけちゃんに24ベンタスの、レッド 5S 打ってもらいます。はい、お願いします。まあ、いつも言ってますけど、いつも初打ちなんですね。打てよって話ですよね。はい、データを見てみよう。はい、今回はですね、11月14日に発売された24ベンタスブラックとレッドの紹介ですね。4月に24ベンタスブルーが発売されてるんですけども、これかなり好評で、このブルーの24シリーズに TR 同様に、ブラックとレッドが追加発売されます。しかし、まあ、この場合ね、こう色が被ってくるとですね、TR との違いが分からない人も絶対多いと思うんですよ。まあ、今回はこの24ベンタスシリーズが過去モデルとどう変わったかって、そして、まあ、打つべきゴルファーの、まあ、像というかね、まあ、どれぐらいの人が打ちやすいか、あと過去モデルのブラックレッドを使用している人はもちろん見てほしいんですけども、まあ、憧れのベンタスを打ちたいっていうゴルファーは今回もしかしたら打てるかもしれないですよ。はい、僕でも打てますから。前は打つになってて、そう、前は打つになってて、今回は全然打っていいと思います。はい、まあ、その辺もちょっと説明しますね。はい、まずその過去モデルのブラックとレッドのおさらいから話しますけども、まあ、初代のベンタスブラックってはベンタスシリーズ、これは TR じゃないですよ、もう俗に言う初代ベンタスブラックですね。初代のベンタスブラックっていうのはベンタスシリーズの2代目として2021年に国内で発売されています。表記は元調子なんですけど、さっきゆみちゃんが言ったよりも言うたらめちゃくちゃ硬いんで、決して手元が柔らかいわけではなくて、全体がしっかりとシャフトで、まあ、発売当時国内外の男子ツアーでかなり使用された記憶はあります。まあ、僕はあれ元調子じゃなくてボーって表記した方がいいっていうぐらいなんで、もう本当に打つなって言うたぐらいです。アマチュアが下手に打つなって言ったぐらいなんですけど、それがまあ初代のベンタスブラックでしたね。ちなみに、ベンタスレッドっていうのは実は海外では発売されてました、ですけど国内ではまあ正直です、これはもうあの裏話なんですけども、スピーダーの NX の発売時期などの関係で発売されませんでした、だから初代のベンタスレッドっていうのは国内では発売されてません、はい、でただ2023年にベンタス TR ブラックと TR レッドが同時発売されました。そもそも TR シリーズっていうのは元も手元の剛性ですね、このグリップ付近のこの手元の剛性っていうのがしっかりしており、特にTR レッドっていうのは、ベンタスシリーズで最も手元が硬いシャフトとなってます。はい、なんでまたカタログ表記はベンタスレッド TR レッドっていうのは先中調子やったんですけど、決して先端が柔らかいシャフトではないっていうのが注意点ですね。あくまでもベンタスシリーズの中では最も先端が柔らかいっていうだけで、一般的な削形シャフトと比較すると違いはもう歴然です。だからもうその要はベンタスシリーズって元とか先とかって書いてますけど、もうあんまり当てにならない、もう基本全部硬いけど強いて言えばどこがって、ね、まさにそういうこと、そのだからベンタスシリーズの中ではここですみたいな。だからもう他と
一般論と一緒にしないでくださいみたいな話ですよね。はい、まあで次、対する TR ブラックっていうのは中間から先端の剛性が非常に高く、手元も初代のブラックより硬くなっとったんですね。こちらもカタログ表記は元調子となっていたんですが、私はこれも棒やと表記すべきやと。だからその昭和ブラックってつくもんはベンタスブラック、初代ベンタスブラックもベンタス TR ブラックももう本当に棒やと思ってました。で今回もじゃあ同じような設計で来るのかなと思ったら、今回はちょっとこう打てそうっていうのにみんな期待してください。そして今回登場する24ベンタスブラックとレッドなんですけど、これは簡単に言うと両モデルとも手元側の剛性を抑えた設計になってます。でも手元側が緩くなりました、うん、特に TR との違いが分かりやすいのはブラックかなと思いますね。全体のガチガチ感が手元の剛性を緩めたことでちょっとまったりとした感じになって、今回の元調子っていう表記はなんとなくしっくりきます。で現に僕でも触れます。これで振動数見てもらった後から説明しますけど、259やったらこれ別に打てますよ、うん、今まではずっと265とか、まあ言うたら5ぐらい全然違うかったんで、そうなってくると一気に打てる層が増えてきますね。だからこれはかなりありがたいかなと。はい、で同時にレッドも TR までの手元の硬さがちょっと和らいだ感じですね。ただレッドに関してはある意味でその手元の硬さっていうのが売りやった部分があるので、 TR レッドから今回の24ベンタスレッドに移行する人はもしかしたら少ないかもしれないですね。結局そもそも TR レッド使いよった人っていうのは手元が硬いのが良かったっていう人が多いんですよ。そうなってくると今度それが緩くなったら、うん、それはそれでちょっと違うのかなと。だから後継機っていうのがちょっと今回はブラックもレッドもちょっと今までのから後継機っていう表現が正しいかって言われたらちょっと別シャフトかなっていう。なるほど、ちょっと毛色違う感じ。そうですね、ちょっと僕はちょっと違うイメージになってますね。はい、まあどちらにしても TR との最大の違いっていうのはこのブラックもレッドも手元の剛性が落ちたという部分が一番かなと思ってます。まあ実際ここから私が打った段を見てみますね。これ私でも打ってたんですよね。これちょっとブラックは頑張らないかんかなとか思ったんですけど、結構まっすぐいってヘッドスピード今回 42.6 しか出ないんですけど、それでもまあ241、うん、でスピン量は相変わらず3500という超ハイスピン量ながら超ハイスピン量ながらストレート弾道で行ってます、うん、まあ弾道実際ただやっぱり弾道の高さはむちゃくちゃ出るわけではないですね。ブラック自体はただ今までのブラックからしたらもう全然振りやすい、僕でも振れ、だからヘッドスピードの層で言うたら3ぐらい落ちてきてるイメージですね。で TR レッドに関しては確かに今までのレッド手元硬かったんですけど、僕嫌じゃないですもん、嫌じゃないけど、ただやっぱりブラックよりは捕まるなって言って、まあ、僕としては逆玉、最近でも、ね、逆玉って最近こっちが主流になりつつあるっていうね、最近なんか、ね、ちょっと厄介なんですけど、こっちでもヘッドスピード上がりますね。 44.5 と出まして、はい、スピン量はまあちょっと抑えてやったかなぐらいの3060 ちなみに適正は2400ぐらいですから、はい、で253と結構飛んでますね、はい、だから今回の本当まあベンタシリーズ、24ベンタシリーズは、まあ、ブルーもそうやったんですけど、今までの TR のイメージとかもともと初代からするとちょっと落ちてきたイメージですかね。ちょっと振りやすくなったベンタスみたいなイメージになってます。それは実際僕でも振れるってことは結構一般ユーザーで振れる人は増えてくると思います、うん、まあそれがどうこうってはとりあえずちょっと置いといて、うん、まあ今回の24シリーズは先ほども話した通り手元が緩くなったんですけども、全体の硬さという点でも TR シリーズより半フレックス程度柔らかく設計されてますね。TR シリーズの時は 5S でブラックもレッドも振動数っていうのは 265cpm 前後でした。まあこれはブラックもレッドもねどっちもそれぐらいやったんですけど、まあ今回初めにそれぞれ振動数見てもらったんですけど、24ベンタスブラックもレッドもちょうど 259cpm ですね、うん、で大体 5cpm 程度、数値落ちてます、うん、まあ、まあ実際これってだから5落ちるってことは半フレックス程度落ちとると思ってください、うん、だから半フレックス程度だから、まあ前のがどっちかって前のが硬くてこっちが本来の S やっていう感じなんですけど、ただまあ前のと比較すると半フレックス程度落ちてきてますというふうに認識していいと思います。ただこの点は正直アマチュアにとっては良くなると思うんですけど、プロにどう影響するかは正直分かりません。やっぱプロぐらいのヘッドスピード特に男子とかになってくるとベンタスとかも男子なんで、男子とかのヘッドスピードになるとちょっと物足りないかもしれないんですけども、少なくともさっきから言うアマチュアゴルファーにとっては TR より打ちやすいベンタスになってるかなとは思いますね。まあ今回の動画でこの24シリーズが気になった方っていうのはぜひ近くの藤倉取扱店で試打してもらって構わんと思いますし、今回はもしかしたらその憧れのベンタスが、しかもブルーの時も説明した憧れのベンタスが打てるんですけど、今回は憧れのやっぱブラックって憧れなんです、男としてはもうブラックが打てるって言ったらもうどやって感じだね。この憧れがブラックが打てるチャンスです、皆さんチャンスですよ。これはなんか質問ある？はい、はい、じゃあ赤と黒同時に出たけど、うん、
赤はこういう人が合うよ、黒はこういう人が合うよっていうのを知りたい、うん、なるほど、ブラックはとはいえやっぱり元調子やし、まあ、先端剛性が非常に高いので、うん、やっぱり弾道中弾道あんまり弾道上げたくない人、うん、やっぱそれとプラスやっぱ引っかかりが怖い人ね、うん、まあ、僕の弾道見てもらってもやっぱり結構捕まえたつもりですけど左が来にくいです、うん、だからそのどっちかっていうと弾道があんまり上げたくない人で、捕まりすぎを抑えたい人かといって今までのイメージより捕まらんってことはないですし、ね、だからまあヘッドスピードも対象ヘッドスピードはとはいえあの数値だったら45はいいんですよ、うん、防衛してヘッドスピード45だから僕でギリギリいっぱい、うんうん、でも本当やっぱちょっとでもこれ1球目、まあ、いつも言ってますけどこれあの初めて打ってますからまだ元気ですね、これだんだんこう疲れてくると厄介なんで今のヘッドスピードは打てますけどやっぱり45は欲しい、だからブラックに関してはそういう感じ、うん、でレッドは今回はちょっと間の取りやすい先かな、で実際先は硬いんですよ、先から先は硬いんですけど今までのレッドっていうイメージからするとやっぱ捕まえやすくはなってるのかなと、でも何よりもやっぱどっちもそうですけど、まあ、どっちもヘッドスピードだから45ぐらい欲しいですね、45が欲しくてちょっとベンタスの捕まりが欲しい、捕まりも欲しい、ベンタス打ちたい人、まあ、そもそもねベンタス打つ人捕まり求めてないんですけどねこれが難しい、だからでも使える人の幅が広がったと、もちろんそうです、だからレッドっていうのは僕実は今 TR の時からそうやったんですけどちょっとあのターゲット層が見えにくいんです、かなりニッチなところなんですね、ベンタスってそんなに捕まえたくない人が打つんですけどその中でもちょっと捕まえやすい方がいい、だからある意味で一番 NX 寄りのベンタスです、うんうん、どっちかというと NX は捕まえやすい、ベンタスは捕まりにくいっていう意味で言うと NX 最も近いベンタスやと思ってください、なるほど、うん、であのブラックは NX から最も遠いベンタス、まあ、要は一番捕まりにくい、たださっきから何回もよりに TR とかよりは全然打ちやすくなったので今回はアマチュアがこの憧れのベンタスを打ちたい、まあ、ブルーの時もそうやったんですけど特にこのブラックが打てる幅が広がるのは多分これちょっと売れるんじゃないかなと、もうとりあえずブラック打ちたいってこれ打たしますっていうような設定になってきましたね、はい、ということで皆さんぜひあの憧れのベンタスを打ちたい方は今回24シリーズ青も含めてですけどねブラック、レッド、ブルーこれそれぞれ準備してますので皆さんうちで買ってください、以上チャンネル登録、高評価でたけちゃん、ゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。